ございます。キスジャガーです。2019年12月10日6時29分です。夜明け前です。ございます。ここはですね、5号湾岸線阪神高速5号湾岸線の、西行き神戸方面行きの南芦屋浜パーキングエリアという新しくできたパーキングエリアですね。ここ出発しました。5号湾岸線制限速度は80キロです。はい、今南芦屋浜にちょっと急いで出たんですけども、このカメラセッティングするために立ち寄りました。ちょっとまだ調整してないのでちょっと左向きですけどね。調整してないというかある程度合わせてこれなんで、またもう一回やらないかんのですけど、ゆっくり止めれませんでした。もう6台分ぐらいしか大型トラック止めるスペースがなくて全部埋まってますわ。乗用車は10台分ぐらいのところ1台しか止まってないみたいなんで、乗用車のとこ空いてたんですけども、まあちっちゃいパーキングやし、止まってることが多くてなかなか止めることができません。スタートなんで、今から夜が明けて明るくなってくるかと思うんで撮影を開始しました。で、今日はどうかな、ちょっとカメラだいぶ頑張ってガチガチで固定してるんですけれども、据え付けてる場所がね、ファイザーがすごいプラプラするところなんで、車もめちゃくちゃ古いんで、あれです、撮影しても振動でガタガタしすぎてちょっと見れたもんじゃないわっていうことになるかもしれません。まあでもちょっと今日初めて第二神明をアップロードしますので、まあ質の悪い動画にせよちょっと出すだけは出しますんで、およそ300メートル先右方向です。はい、普通に一般的なやり方でいきますと、阪神高速5号湾岸線西向き走っておって、神戸方面そこから先行きたいよという場合は、住吉浜出口の方まで行かれまして、ハーバーウェイで行くか、もしくはマヤふ頭を抜けまして3号神戸線マヤ入り口から乗り継ぐという形が一般的なんですが、もう朝の6時半32分になりました。6時32分ということで、もうかなり交通量増えております。まだ住吉浜の渋滞が1キロ2キロって そこまでじゃないんですけれどもね、もう普通に交通集中始まっておるので、その渋滞が嫌なもんですから、住吉浜からマヤふ頭への区間の下道の渋滞が嫌なもんですから、ちょっと一般道降りてまいりました。降りてまいりまして、これ住吉浜出口を出て、今度芦屋入り口になるのかな、深谷入り口じゃなくて芦屋入り口かな、芦屋入り口は西宮よりか、ちょっと入り口の名前忘れました。行ってみましょうね。こちらからもう昔は乗り継ぎっていう形ではできなかったんですけれども、どうせもう阪神高速距離料金になりまして、走った分ということで生産がそうなっておりますので、乗り継ぎされても別に差し支えないかと思います。ごめんなさい、今カメラ固定し直したんでビビッと振動いったかと思います。浜ですね、県道722号かな。およそ700メートル先左方向です。深江浜という物流拠点だらけの、まあ、神戸東部市場という市場もあるんですけれども、そちらの方をちょっと通り抜けさせていただいて、乗り換えます。阪神
高速5号の湾岸線から3号の神戸線に乗り換えて、神戸市西区かな、あっちの方まで行きます。なので、3号神戸線終点を越えてしばらくですね、第二神明大倉谷までは走ろうと思ってます。まもなく左方向です。国道43号線、芦屋入り口ではなく、芦屋入り口は多分西宮寄りですけども、ちょっとではなく、深江入り口、深江浜を出て西向きに高速深江入り口から乗り直します。朝一番からこんなに、ここの交差点、こんな夜明け前からもう並んでますね。真夜中通って、今切れました。真ん中手に切れるんやろ。おはようございます、キースジャガーです。2019年12月10日の火曜日朝6時36分ですね。もう間もなく夜明け、日の出があるかと思います。日の出何時ぐらいかな、6時50分ぐらいかな。もううっすら明るくはなってるんですけどね、まだうっすらという感じで上がってるとは言えないと思います。結構エンジンの振動拾ってるかな、これカメラ取り付け状態ね。こんだけブルってたらまた 見れたもんじゃないかな。昨日はドライブの予習の動画ではなくて、N 国の話を雑談させていただいたの、あれアップロードしたんですけど、振動がものすごく演説なくてね、ちょっとあれラジオとして私の喋り聞いてもらうだけっていうことになりますよね。もう見れたもんじゃなかったです。私も見ながら文字のテロップ見ていただくと、ちょっと酔いそうになる感じだと思います。その先料金所です。これはちょっとだいぶ締め付けやり直して修正はしたんですけども、今日はねちょっといつもとメーカーが違うんですよ。いつも UD 乗ってまして、で、まあ、たまに乗るのがイスズなんですけど、今日は会社に1台しかない日野のトラックなんですよね。トレーラーではなく、で日野のトラックでもこれもう3つぐらい前の型というか、めちゃくちゃ古いんですよね。100万キロを超えてるような車で、まだそんなん使ってんのかっていうような古いやつなんですけども、古い車のサンバイザーにつけてますが、サンバイザーでももうちょっと強いところに固定したいんですけど、強いところにつけようとするとね、きっちり挟まらなくて止められないっていうことで、ちょっとフラフラ動くけど止めやすいところにつけたらこういう感じになりましたね。はい、3号神戸線渋滞がこうしてまだ60キロぐらいでこれ走れておるんですが、この渋滞がすでに始まろうかとしております。3号神戸線深井入り口乗りまして、今魚崎の手前ですね。まもなく魚崎出口です。阪神高速3号神戸線 西向き、神戸方面というか、今神戸市の灘区ですね。この辺りは深江のあたりが東灘区ですね。はい、大崎を越えて真矢の方に向かいます。真矢の方は、5号湾岸線からの乗り継ぎの正規ルートなので、あちらは乗り継ぎ券発行ルートでもありますから、ちょっと交通量が違います。
3号神戸線これだけもう混んでるということは、この区間が混んでるということは、下道ももっと苦しいと思いますね。信号もいっぱいあるし、まあ、信号一区間一区間は長いんですけれども、信号まあまあ引っかかるんですよね。あのまあまあ飛ばしていかないと。でも渋滞してるからほとんど全て引っかかると言ってもいいくらい引っかかるんじゃないでしょうかね。でやっと合流できたと思ったら、この前の入り口でやっぱりあのだいぶ入ってくると思うんで、私も右側寄りたいんですけれどもね。今の力も次が前の合流になるんで、入り口の合流になるんで右に寄りたいんですが、この道路制限速度60キロの道路なんですよ。で、まあこんだけ渋滞してるとはいえ、60キロ以上のスピードで皆さん走っておられるので、なかなかね、右側走ると追い越し車線みたいなところをゆっくり走るっていう感じになってしまって、あの煽られたりとかもありますんで、まあ、その辺がちょっと嫌かなっていうのが一つと、あとマヤを越えてすぐ1キロ2キロ2キロ以内に、あの右側に二川出口という結構あの使い手のある三宮の方に降りていく出口がございます。もう地面に書いてますね、生田川右と出てました。今出口ね、左やったら左に統一してほしいんですが、あの生田川とか柳原とかは右になりますね。出口京橋は左なんですけどね、京橋港川あたりはなんで統一しないんですかね。まあその道路事情というか、その土地の事情によるんでしょうけれども、まあ作る段階でちょっとその辺事情を解決して、左やったら左に統一なさった方が良かったですよね。右に出ようとするとね、あの左側ゆっくり走ってる車が右に車線変更するのがまずハードルが高いっていうのと、右側はねもう抜こうとしてビュンビュン来ますからね、割り込むのがまず難しいっていうのと、で、あの手前からあの余裕を持って右に出てしまうと、追い越ししたいあのイラチの車に煽られるんでね、二川も結構私も降りる出口なんですけど、右側に作られたら使いにくいなっていうイメージですね。あと右側に入り口ある分に関しては、ちょっと合流の、あの滑走路を長くしてもらわないと、全然速度が乗ってない状態で、あの追い越し車線の方に合流するということで危ないですよね。あの思いっきり飛ばして、あの追い越しにかかってきてスピード上げてる車の目の前を、あのスピードがまだあの加速が終わってない遅い車が入っていくということでね、非常に危ないんですけれども、まあ、阪神高速とかはあの 都市の間を抜いていく道路なので、まあ土地の事情に合わせて右側にあったり左側にあったりしてると思うんですけども、もう一回作ったらね、あの50年100年単位で変更したり廃止されたりっていうのがないと思うんで、作るときにきっちりあの話煮詰めてから、問題解決してから、右やったら右、左やったら左に統一してほしかったですけどね。まあ急いで作るってその時間も大事だったかもしれません。この先合流があります、注意してください、はい。まあ、マヤ今出口あったかな、ちょっと言わないかんかったね。はい、これマヤの入り口になります。この入り口はね、国道43号線から一般道から乗ってきますよっていうよりは、あの5号湾岸線からの乗り継ぎで来る車が大半ですね。すいません、ちょっと鼻声で申し訳ない、あの朝がね3度とか4度とかそんな日が続いておりまして、まあ最近はもうさすがに暖房を入れて寝てるんですけれども、どうかすると気がつけば冷えているみたいな、風邪ひいてるとまではいかないですけど、鼻の調子も一つです。すいません、鼻声喉で喋ってる感じですね。
ション悪いくせに動画撮影すなよっていうことですけど、まあまあこれもね、深谷に降りて、あの信号待ちで、急に信号待ちじゃないか、その手前の南足屋浜、普段止めないパーキングで、しかも1台も空いてなかったから止めれなかったパーキングで無理やり止めてカメラ設置してるんですけども、ちょっとあの第二神明今日走るんで、あの見ていただきたいなということで、まああの今回しなくても、あのお昼回ってからですね、今度お昼回ってからじゃないか、これ1回目の配達なんですけど、2回目の配達の時にまた通るのは通りますんで、その明るい時にした方がいいかもしれないねとは思いましたが、あの2回目はねちょっと渋滞とか、なんやったら事故でもされてたらもう本当に渋滞の地獄絵図みたいなのしかお届けできないみたいなことになる可能性もあるんで、ちょっと保険で1回目撮ってる感じですよね。まあ、2回目の出来が良かったらこれボツにしても構わないぐらいの感じですけどね。はい、右側に降りていく歌川の出口、今越えました。この先に合流があります、注意してください。この合流は、生田川から乗ってきた分ですね、神戸方面、神戸方面ってもうここ神戸か、あの明石、姫路方面です。明石、加古川、高砂、姫路方面です。あんまり間が走ると物言いがつきそうなので見てみました。はい、生田川越えますと左手、今度パーキングと出口がございます、京橋。左手に見えてるのがもう一般道、あのボートアイランドなんですが、こちらに行かれるんであれば京橋で降りるか生田川で降りるかですね。私は生田川で降りるかな、ボートアイランド行くんやったら。それかもう住吉浜で降りてそのまま下道行くかな、ハーバーウェイで行ったら一撃で行けるにしてもね、あれ ETC 効かないんで現金立て替えないといかんのでね、この先合流があります、嫌な感じかな、注意してください。このパーキングも大型いっぱい止めれますけどね、今満車みたいです。カメラ左に向けて、あの朝の港の風景を映したい感じですけれども、ちょっとできません。橋の 出口とパーキングと入り口の合流と越えますとカーブがあります。まあ、制限速度60キロなんで、あの別に落とさなくても全然曲がれるようなカーブなんですが、ちょっと走ってて圧迫感があるのかな、それでちょっとあの一般車スピードを落とされる場合が結構あります。まあ、落とさなくても曲がれるんですが、急にペースがこの辺で落ちたりして淀んできますんで、追突注意してください。この先ももうちょっとカーブ続くんですよね。まあ60キロの制限速度の道路で60キロそのままでブレーキなしで突っ込んで全然 OK ですけれどもね。
というか、カーブらしいカーブは終わりです。この先ちょっと左に曲がってるかなぐらいの感じで、はい、右から合流、これさっき言ってた分ですね、速度乗り切らんところでこの追い越し 車両スピード乗ってるやつの目の前に入ってこないといけない。これ柳原の入り口です。柳原の入り口が終わりまして、次は、ね、柳原の出口がまた右手でございます。右ばっかりですね、この辺り。柳原出口です。柳原出口越えますと数百メーターぐらいでカメラあったかな、右側に。制限速度60キロの道路なので、あんまり飛ばされますとカメラが仕事すると思います。お気をつけください。だんだんカメラの角度を斜めてきてるね。ちゃんと固定しても振動で動いていって、どうしても角度変わってきますよね。およそ1キロ先、しないと見てる人は気にならないかな。ならんのやったらもう言わなきゃいいかぐらいの感じですけどね。はい、港川のジャンクションですね。阪神高速3号神戸線西向き、明石方面行き、港川のジャンクションの手前です。現在、2019年12月の10日火曜日の6時51分になりました。はい、まもなく港川のジャンクション、港川の出口ございます。あと31号の、神戸山手線がございます。文字通り、山登っていくんですけどね、これ神戸山手線から、7号の北神戸線に行ったりもできます。はい、港川ジャンクションでした。この先合流があります、注意してください。この合流もね、危ないんですよ。港川から乗る側の立場をやると分かるんですけども、本当にね、めちゃくちゃ短いんですよ、この区間っていうかね、合流区間が。で、防音壁で見えないもんで、来てるか来てないかも、もうたまたま来てたらアウトですよ。私みたいにこうやって左側を走ってる車がトラックやった場合、ほんでたまたま来て勝ち合ってしまった場合、もう急ブレーキ踏んで合流を諦めるしかないんですよね。私がワンチャン右に急ハンドル切って右に逃げるという手もあるんですが、結構3号神戸線交通量多いので、それ時間帯がそれを許さん場合がほとんどです。なので大型車などはもしよかったら右側走っといた方が無難かもしれませんね。で、まあ港川ちょっとあそこだけ危ないんで、あれ越えたらまた左に戻っていただくような形がいいかと思います。別にカーブしてるとかいうわけじゃなくて、直線やしジャンクションやし合流してくるの分かってるんですけれども、合流車が来るか来ないかも、防音壁みたいなやつで見えないんですよね、来てるんか来てないのか。で、見えた頃にはもうお互いにびっくりしてブレーキ踏まないかんぐらいの感じになるんで、あそこはちょっと嫌ですね。本線走る側も合流してくる入り口側もね、どっちの立場でも嫌な場所です。はい、間もなく若宮の出口、これ須磨 の海水浴場とかあっちの方行くのにちょうどいいかと思いますが、国道2号線におりますね。若宮の出口です。須磨で、海岸沿い走ります。そしてこの若宮の出口越えてすぐこの若宮のカーブ、今カメラを言い忘れましたけど、まあそれはいいでしょう。この若宮のカーブが結構ね、事故の名所みたいになってまして、結構きつい右カーブと左カーブが連続で続きます。路面が濡れておったりとか、オーバースピードで来てしまった人はご注意ください。別にスピードをオーバーしてても曲がれるっちゃ曲がれるけれども、極端に技術の低い人は事故する可能性がございますので、お気をつけください。
はい、若宮のカーブ終わりますと、次月見山の出口です。月見山出口越えると別料金、阪神高速3号神戸線月見山までね、それ越えると第二神明のお金取られますのでご注意ください。まあここまで来たらほとんどの車第二神明乗るかと思いますけどもね。はい、3号神戸線最後の出口月見山出口です。こちら最後になります。これ越えると第二神明に入って別料金かかりますのでご注意ください。あと月見山のこの出口を越えてこの上りですね、ここ大変失速するんですよ。大型車の荷物積んで重たいよっていう、もう車みんな左側いると思うんですが、一応制限速度50キロとなってますけれども、ここはね、まあ登らん車にとっては地獄ですけどね。で今のところまだ白のラインですが、もうすぐしたらオレンジに変わるかな。ちょっと 車線変更もやめていただきたいみたいなことになってくるんで今度。はい、この辺からですね、ご注意ください。車線変更できないところに来てから前の車はもう30キロぐらいで走っとるやんけ、で失速しすぎやろみたいななってもちょっと車線変更できないんで、まあ見切りはそこに至るまでに判断して右に出るんであれば右に出ておかなければならない感じです。その判断が難しい。乗用車やったらね、もう鼻から追い越すつもりでおったらいいけど、トラック対トラックやったら自分も失速して横に並んでしまって、こっちも同じ速度で登ってるみたいなことよくあるんでね、抜きに行ったけど抜けんかったみたいなことがあって、はい、見えてまいりました。スマの本線料金所、第二神明スマ料金所、こちらから第二神明始まります。スタートです。私はこの左から2番目の ETC レーン通ります。この左から2番目の ETC レーンがこの左車線ちょうどいいところに出てくるんですよ、こうやってね。はい、第二神明は制限速度70キロの道路です。70キロ、ちょっと中途半端ですが、はい、この須磨の、高倉山トンネルか、この辺のトンネル越えますとすぐにタルビのパーキングエリアがございます。コンビニ入ってますね。ミニストップやったかな、セブンイレブンやったかな、そんなのが入ってます。まあほとんどねトラックとかたくさん止まってて、ちょっと休憩しようと思ってもなかなか止めるスペースがなかったりしますけれどもね。鼻に続いて喉まで調子悪くなってきた。いよいよ、いよいよ死が訪れるわ。はい、長い下り坂、本当に長い、まあまあ急な下り坂でスピード乗りすぎるのでご注意ください。タルミのパーキングエリアです。タルミパーキングエリアね、このタルミのパーキングエリア越えますとすぐにタルミジャンクションかな、分岐がございます。妙谷ジャンクションか、合流があります、注意してください。妙谷ジャンクションの方から明石海峡大橋抜けて淡路島四国方面、あと山陽道方面、阪神高速の北神戸線じゃなかった、何だっけ、北神戸線の時北線、阪神高速じゃない、第二神明北線ございます。ほんで妙谷の出口もございます。はい、妙谷のパーキング間もなくです。パーキングじゃねえ、パーキングじゃないよ、妙谷のジャンクションです、ごめんなさい。妙谷ジャンクションはこちらから出まして、出口右手になります。で左にまた分岐取りますと、山陽道、明石海峡大橋の方へ行くのと神戸淡路鳴門自動車道か
それと第二神明北線、この3つに分岐するのが左手になります。はい、もうこの辺りカメラで見てわかるかな、かなり下り坂すごくきついんですよね。お気をつけください。妙だに今度入り口ですね、合流があります、入り口合流もあります。こんだけ下りきつくてね、あのスピード乗ってしまうところに合流したら本当に危ないんで、70キロの道路に対して加速するレーンがこんだけしか長さないんでね、気をつけた方がいいと思います。あとスピードかなり出るんですけども、パトカーか覆面パトカーかそんなも多いと思いますんで、飛ばしすぎにはご注意ください。まもなく高丸の出口なんですけれども、まあそれに至るまでに途半車線がございます。ちょっとトラックなんかスピード落ちすぎる車は左途半車線行ってあげた方がいいんですが、右に並ばれると高丸出口に出てしまって、まあ、出てしまわんでもねいいんやけど、本線復帰しようっていう時に右並ばれてたら辛いですよね。結構あるんですよね。なので道譲るのもちょっと自分が復帰できる余裕を確保してからじゃないとできないですよね。今私はほとんど70キロみたいなスピードで登りきりましたんで、左入らんかったですけどね、むやみに譲ることないと思います。この先合流があります、注意してください。はい、高丸の出口と入り口の合流ございます。清涼高校とかこんなとこにあるのかな、高丸の出口ですね。第二神明しばらくまだ続きます。日本の標準時東経135度は明石にあるんで、大蔵谷の手前やったかな、越えて田松行く手前やったかな、標準時の4号線かなんかいうのが135度のおよそ2キロ先地点が左方向有料道路出口です。まあ、止まって写真撮ったりとかはできないですけどね、まあそういう場所がこの辺りですよということです。はい、大蔵谷まで2キロ、この辺りね、まあ大蔵谷越えて田松の手前ぐらいまではちょっときつい下りと、きつい上りと極端に強いアップダウンがございまして、トラック泣かせというか運送や泣かせの場所になってます。どうしても失速したりとかありますんで、辛いところですけどね。目的地まで2キロメートルです。およそ1キロ先、はい、私の目的地そろそろなので、動画一旦終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また後で第2神明やりますんでよろしくお願いします。